ラファエウ・カリオカことラファエウ・ジ・ソーザ・ペレイラは、ブラジルのサッカー選手。ポジションは MF。2006年に、アマチュア選手として、グレミオフブッパに加入。ユース年代で首相を務めると、トップチームに昇格。しかしながらシーズン前のトレーニングでうまく適用できず、ユースチームに戻った。2008シーズン前に、監督のバグネル・マンチーニが解任され、セルソフ・アレス・ロスが監督になると、 トップチームでレギュラーを確保、ウィリアン・マグロンとの連携で活躍した。2008年12月に FC スパルタク・モスクワに5年契約で移籍。2010シーズンは1年契約で CR ・バスコ・ダ・ガマにレンタル移籍した。2014年8月13日に1年の契約でアトレチコ・ミネイロにレンタル移籍。アトレチコ・ミネイロでもレギュラーを確保し、コパド・ブラジルも制した。 その翌年、コパリベルタドーレス2015の CSD、コロコロ戦では鮮烈なゴールを放ちチームの勝利に貢献、再びスターティングイレブンに名を連ねることとなった。同年8月でレンタル契約が切れる際にスパルタクモスクワから所有権の50%をアトレチコミネイロが買い取り完全移籍、2019年8月までアトレチコミネイロと契約を更新した。 2017年8月23日、リーガ MX のオンル、ティグレスに移籍した。2007年には、ブラジル U-20 代表で首相を務め、仙台カップ国際ユースサッカー大会にも U-18 代表として参加したものの控えであり、出場はなかった。2016年8月22日には、エクアドル代表、コロンビア代表戦に挑む。 A 代表に招集された。ありがとうございます。